はい、ファイアーエンブレム風化雪月続きからやっていきたいと思います。それではですね、課題いきましょう。西部の戦いって言っちゃってるもんな。でも推奨レベルよりはだいぶうちの子たち強いと思うから全然余裕じゃないかな。聖母で女神の啓示を受けるね。どうもピンとこないんだがな。レア様も一緒に行くんでしょ。安全だって話だけど大丈夫なのかな。確かにソロンの仲間がまだいるならいつどこに現れるのか。聖母がどんな場所か知らないけど警戒はしとくべきだろうね。もし何かあってもお手たちで何とかすりゃいいだけだね。え、先生はどう思う？レア様が来るの大丈夫かな？私は心配よ。固く封印されてる場所のようだし、よほどのことでもない限り大丈夫だろう。そう、よほどのことがなければな。ま、なんか起きたらそん時だ。臨機応変に立ち回るってことでいいよな。クロードは静かにしていたまえよ。君ほど聖なる儀式が似合わぬ者はいないからな。聖母に入った途端にシンバスが下ったりはしないでしょうか。大丈夫大丈夫。まったく、どうしてそういつも後ろ向きなんです、マリアンヌ。あら、フレン、何か考え事ですか？いえ、何でもありませんわ。しっかり見届けましょうね、皆さん。どうしたんだろう、お腹でも空いたのかしら。しかし、やっぱり腑に落ちないな。女神は先生の中にいたんだろう。啓示を受ける儀式なんてのは方便で、何か他の目的があるんじゃないのか。ま、あれこれ考えるだけ無駄か。答えはすぐにわかるはずだ。俺たちに危険はないだろうが、先生気をつけろよ。何事もないといいけど、やっぱね、クロード君のね、先生の言い方好き。ここが聖母です。なんか意外と綺麗な場所ね。さっきの地下に降りるための仕掛け、あれは何の力で動いてたんだ。俺が一人で来ようとした時にはさっぱり動かなかったってのに。ここはかつて世界を作った女神とその眷属たちが眠る墓所。この玉座は我らが主女神ソティスが座したものと伝わっています。座ってたよね、あれにね、ソティス、この玉座に見覚えがありますか？見覚えしかない。本当に本当にこの日を待ちわびました。玉座に座りなさい。必ずや女神の啓示があるでしょう。大丈夫、座った瞬間爆発がしない。もうどうです、何かあと一歩のところまで来ているはず。一体何が足りないと。大司教殿、お悩みのところ恐縮ですが、どうやら招かれざる客人が来たようですよ。全員動くな。動けば命はないぞ。誰やねんお前は。ここまでの案内実にご苦労。聖母にあるものは帝国軍が全ていただく。帝国軍、どうしてこんなところに。私たちが聖母に向かうと知っていて後をつけたということ。ねえ、あの嫌味っぽい人の隣に立ってるのってまさか遠帝か。なるほど、最初から帝国とつながってたってわけだな。けどなんであいつらはこんなところに。何が目的なんだ。墓荒らしの目的は一つだろ、遠帝さんよ。あんたは聖母に眠るお宝を暴きに来たと。ふっ、察しは良いな、道化師。ここにある紋章石は全てもらい受ける。それを眠らせておいたところで薬どころか毒にさえならぬ。
ブレーナ、神聖な墓地を踏み荒らした罪はその命をもってあがなってもらいます。主にあだなす逆とどもを滅ぼすのです。待って、レア様は戦わないでよいらないいらない、レア様を守る方がちょっと大変よ逆に。え、あのなんか嫌味な人、ヒルダちゃんいわくやっぱ嫌味な人、あの人ちょっと倒したいね、まずね。だって嫌味な人って嫌じゃない。レア様いんのかな、いるんだろうな。あ、いない、あ、違う、いるんでしょこの別で。え、待って、てか9人しか出れないの、嘘、少ないよ9人か。いや、ここ2人出したいなとは思うんだけど、ごめんドロテアさん、ちょっとレオニー出すわ。で、ヒルダちゃんも絶対出したいからってなると、フェリックスごめんヒルダちゃんにするわ。で、シルバン出したいけどもう枠がないそうだね、副官をさ、スリル君でいいのか。せっかくだからやっぱうちのもともとクラスにいた子でいけるか。メルセデスさんでもな、回復は2人欲しいのよな。そうなの、ちょっとローレンツにして2人欲しいしな。あ、フレンも出してあげたいな。フレンもうすぐレベル20やん。ごめん、フレンにするわレベル20になるからという理由でね。こんな感じかな。え、レア様っているの、やっぱいないのか。こいつ何なの帝国とか嫌だわ。毒の剣だって、持ってる武器も悪趣味よ。やぶないぶない、このとこ行っちゃダメよ。いや、夏くんここもちょっと荷が重いんじゃないかな。こんな感じでどうでしょう、まあ、割とバランスいいんじゃないでしょうか。まあ、でも敵将撃破でいいんでしょ。決して許してはなりません。ハントどもを撃ち、聖母を守りなさい。紋章石は棺の中だ、片っ端からこじ開けていけ。聖母が暴かれるなどあってはならぬこと、一つでも多くの紋章石を守るのです。なるほど、紋章石の争奪戦ってわけか。しかし奴らは紋章石を何に使おうってんだ。紋章石ってさ、どこにあんの。真ん中の多分それと、この辺とかもそうなの。あ、そうだね、紋章石って書いてあるのね。なるほどね。私ですか。うわ、どうしよう、いきなりもうさ、だからいつでも行けます。倒せるな、イグナーツ今度強くなったね。勝利を描く、かっこいいよイグナーツくん、大好き。うまい。とりあえずだからさ、この雑魚の方たちをことごとくもう潰していけばいいってことでしょ。鍛え方がちげえんだ。あ、ちょっと武器変えたんです。こっちの方がかっこいいね。とりあえず2体撃破。マリアヌさんでは無理だからな、さすがに。あ、どうしよう、こっち側倒しきれないのきついね。あ、どうしようどうしようどうしよう、マリアヌさん、マリアヌさんは守らなければいけないから。でもヒルダちゃんをさ、いきなり突撃させるのもどうするんだ。荷が重いよな。こいつ潰すわとりあえず。あ、待って、聖なる槍使ってる。聖なる槍もうすぐ壊れちゃうのよ
ダメダメダメ。いや、なんか回数直しとこうと思ったんだけどさ、残念ながらちょっとなくて直すあれが。いけるわ。中心ぐらいにいて、誰でも回復できるように。問題はこっちチームよ。あいつらが来るって考えるとこの辺にいた方がいいよな。私に任せてください。私ですか？焦らず戦おう。天帝の剣になってる。くそ、来るならもうこっちから行ってやろうかなっていう気にもなるよね。行っちゃえ。コメントでもいただいたのがすぐ突っ込ませちゃうからさ、それがウケるっていう。いや別に突っ込んじゃうね。本気出しちゃったじゃない。おめでとう。ちょっとたくましくなっちゃったかも。魅力高いよね、魅力的。いやー、よし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 。あ、弱い私に負けちゃう。ああ取られた。それでよい。紋章石は根こそぎ奪え。もうおやめなさい。あなたたちはその石を何だと思っているのです？泥棒。うわ、そっちも取られるの。いや、めっちゃ取られてる。ちょっと、もう泥棒。倒します。私強いのだ。泥棒なんてするから死ぬ羽目になるのよ。本当に成果は出てきましたね。よし、完璧。悪いが俺の勝ちだ。どうしよっかな。こいつ鬱陶しいのよな。先生でこっちを落とそう。泥棒をね。その身で学んで。つえ。これでいいか。でマリアンヌさんの回復を。ごめんね。こっち地味にやばいのよ。ミグナーツくんは攻撃はさすがに、お、できる。惜しいね。これで、お出はさ、どこまで移動できるの？これ倒せる？じゃあ腕で倒そう。まだまだ、どーんと来いだ。どーんと来いだ。全然上がんなかったね。で、ちょっと待ってよ。これを倒す。いいよいいよ。ここで手こずってる場合じゃないんだ。来るね。でこうかな。よいしょ。許してちょうだい。かっこいい。結構順調なんじゃないでしょうか。あ、でも一人まだ泥棒いるわ。
ナイス。なんか魔物も怖くないよね、プって感じ。よっと、うん、ほらプって感じ。ちょっとここの泥棒本当に、あ、撤退されるんだね、なるほど、させるわけないじゃないって話よね。まずこいつね、もう俺の目の前に現れたことがもうバカよね。食っちまうんだからなめんじゃないよ。次はどうすりゃいいんだ。そう、2個も、はい、でそこにも泥棒いるから、うわ、2人泥棒いるよ、どうしよう。いい勝負ができたね。もう一人の泥棒、うわー、おいけない。ちょっと待ってよ、クロード君、この二人の機動力ではちょっと泥棒を倒しに行けないぞ。泥棒いないもんね。厳しいわね。結構厳しいわね。お、いいね。こっちチームの方が安定してんのよね。正直ね。まあでもしょうがないよね。攻撃ね、できるんだけど。うわ、倒せる。すげえメルセデスさん、すげえ。それ、すごーい。あらあら、強くなったみたい。私もやる気出てきた。メルセデスさんやばいね、めっちゃ強いやん。大丈夫だよね。大丈夫大丈夫。すぐ奪うじゃん。でも移動あんましなかったのありがたいね。よいしょ。ヒルシクラッセを甘く見たか。先生もちょっとこっち行きましょう。11。ゆるだちゃんで終わらせれるね。はい。あ、まだだった。もう終わらせれると思ってた。チームどうする？結構もう突っ込んでも良さそうよ。え、これどうやって行くの？あ、なるほど、端っこからしか行けないんだ、めんどくさいわね。ただ弓なんだよね、向こうがね。それがちょっと腹立たしいったらないけど、
砲もいるのね。なるほど。大丈夫だよね。全然大丈夫。上がった。成長の手応えありだ。さてさて、突っ込んでいきますよ。こっちだよね。とりあえず、はい、マリアンヌさんもちょっと進みますよ。こっちはもう突っ込んじゃえばいいよね。とりあえず俺の筋肉気に入ってる最近めっちゃ言っちゃう、女っぷりが上がったか。こっちチームも、あ、余裕俺な、魔法には弱いもんな。それがちょっとな。よしよしよし、とりあえずじゃあこの弓、待って、でも後ろチームはどこまで行ける。ここまでか。経験は糧になる。あ、これレベル20じゃない。おめでとう。少し強くなれた気がします。やっとレベル20よ、やっ、ごめん、痛かった。よし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 、で、落としちゃってただ真ん中中央にさ突っ込ませるのはまだ早いかな、さすがに。全然いけそうだけどね、レオニーとオデでね。まあ初戦3人でしょ。でも3人がちょっとでも、この辺にしとこうか。ちょっと怖いよね、なんかあってからではちょっとね。これすごいよな、自分も回復できるのマジ強い。やめてよヒステリー、もうやめてよって。いや待って、まだだな、最後だ。私を侮るからです。魔法防御高いね、やっぱね。よし、ダメージ、あ、でも倒せる倒せる。悪いが俺の勝ちだ。え、順調じゃないですかめっちゃ順調。こっちチームよ。で、
ず足並み揃うまではちょっと時間かけてもいいかなって思ってる。あ、でももうここにいればさ、全部回復できるから、いいや。いや、ごめんね。よし。行くよ、行くよ。うわ、向こうが来るぞ、これで。突っ込んでくるぞ。後ろから援護できるように、二人を、配置して、はい。こっちもじゃあ行くよ。一気に行くやんっていう。ここで手こずってる場合じゃないんだ。そうだそうだ、なめんなよ。俺もめっちゃ動けるね。うわ、来た。するやつは殺していいとさ。さて、どう調理してやろうか。痛めれ。全然かっこよくないわよ、あんた。そのくるくる回ってたけど。ミスよ、ミス。しょぼ。なんていうのあの人。みんなで強くなろう。え、何？メトジェイ、メイジェイかと思ったわ。終わらせます。やめろ、やめてくれ。俺はあいつの命令に従っただけ。あ、なに？これも倒せるの？倒そう、倒そう。あ、もう俺でいける。邪魔をするか。命がけだぞ。4回攻撃できるのがすごいよな。うん、強いわ、そりゃ。あれ？手応えねえな。ドレインブロー。ここまでのようね。え？どういうこと？おいおい、冗談だろ。嘘。炎帝はエーデルガルトだったってのか？からあの赤髪のさ、あのなんか、何だったっけ、モニカだっけ、サンタモニカだっけ、なんかあれとなんかすごい喋ってたの。そういうことね。まあ、ちょっと確かに私一時期怪しいと言ってたよね。うわ、やだ。そっか、だって帝国だもんね。そうだよね。うわ、なるほど。うわ、ちょっと何これ、衝撃の展開すぎない？マジか。残念です、エーデルガルト。ウレスベルグの末たるあなたが聖教会を裏切ることになろうとは。エーデルガルトを切りなさい、今すぐに。この者はフォドラの最悪。主はこのハントが生き続けることを決して許しはしません。目的は果たした、引かせてもらうわ。さようなら、先生。次に会うとしたら戦場ね。ヒューベルト。やっぱヒューベルトも、そっか、そりゃそうだわな。どこへ逃げようとも、セイロス聖教会が総力を挙げて必ずあなたを捕らえます。あなたはこの聖母を汚し、主を貶め、
同胞たちを辱めたのです。その罪はたとえ煉獄の炎で焼かれようと、すべての血を流し尽くそうと消えません。上に戻り、今後の方針を立てましょう。皇女様個人に思い入れはないが、聞きたいことができちまったな。エーデルガルトは紋章石を力だと言った。あの石の使い方を知ってるってことだ。おそらく俺の知らないフォドラの謎を他にも握ってるに違いない。それにレアさんにも落ち着いたら話の続きを聞かせてもらわないと。そんな余裕があればいいんだがな。予感がするんだ。歴史が動く、動乱の時代が訪れる、そんな予感が。まあね、だってあんなことしたんだよ。それも戦争になってもおかしくはないよね。いやー、ちょっと、教団はホドラを支配せんとする欲望のために教義を利用し、人々を欺いてきた。人道比表示できるの、すごいわね。なんかかつて帝国を分裂させて王国を作り、王国を分裂させて同盟を生んだのもそうだ。それらは全て人々を争わせ、民の安寧を脅かすことで己の権勢を保つためだった。そうなの？女神に救いを求める人々の信仰心を利用し、金をかき集め、税を尽くす偽善者たち。でも確かにさ、信仰心を利用しっていうのはわからんでもないけどさ、でも別にかき集め尽くしてるかって言われたら違くない？なんか別にちゃんと仕事してあげてるじゃないね。彼らはフォドラを導くことなどできない。そんな信仰は打ち砕かれるべきだ。故に私は決断した。アドラステア皇帝エーデルガルト・フォン・フレスベルグの名において、ここにセイロス教団との開戦を宣言する。うわぁ、がっつりやる気やん。戦争、信じられん事態だ。なんか、状況を整理しよう。君たちが聖母から戻った後、アドラステア帝国がセイロス聖教会と我らに味方する諸侯に対して宣戦した。エーデルガルトは父王を退位させると自らが皇帝になったのだ。退位させたんだ。彼女はセイロス聖教会こそがこの世の悪だとして民衆に呼びかけているらしい。偵察にやっている騎士が帰還次第、大司教を交えて対応を協議する予定だ。それまでに君は生徒たちが動揺せぬよう見ていてやってくれ。聞いたぜ先生。皇女様、改め皇帝陛下もやりやがるな。王国も同盟も諸侯は鼻先に突きつけられたわけだ。聖教会か帝国かの二択をさ。もともと火種はあったんだ。あっという間にフォドラを二分する戦乱に突入するね。帝国は不穏な動きをしていたけれど、まさかここまで大事になるなんて。なんだってこんなこと。村のみんなは大丈夫かな？そうだよね、それぞれみんなのね。うちはきっと今頃大混乱だよ。特に兄さん、私を心配して大騒ぎかも。そうね、一旦冷静になろう。その通りだ先生。実家のことが心配な奴も多いだろうが、今の俺たちにできるのはせいぜいが戦いに備えるくらい。気を張っていこうぜ。マジ？なんかもうびっくりなんだけど、これさ、あのエーデルガルトにさついてた、てかクラスにいた子たちはどうなったの？白雲の章、古月の説、戦乱の幕開け。月明かりのさやけさを共に感じながら、人々は一年の終わりを思い忍ぶ。別れを惜しみ、出会いに胸を膨らませ、それぞれの道を歩いていく。徐々に濃くなっていく春の気配をよそに、空にはただ古月が浮かんでいる。何かを象徴するように。
なんかスカウトした子たちはいいけどさ、してない子たちいっぱいいるじゃない。どうなったの、ついていってんのかな。でもそこまでの、どうなんだろう、そんな、うわ待って、赤でしょ、結構好きな子いたよ。あ、今月なんか少ないね。あ、ヒルダちゃんどうしたんですか。全然話しましょう。ねえ先生、この修道院にいる人たちって真面目な人が多いですよね。クロード君もああ見えて自分の仕事はこっそりきっちりやってるみたいだし、みんな誰に言われなくても訓練に励んじゃって、いざ戦いになれば命を懸けても仲間を守るみたいな感じでしょ。不真面目ってことはないよ、うん、そりゃ守れるなら守りますけど、命を懸けてっていうのはちょっと、私に言わせれば命がけで戦うとか意味わかんないですから。どんな死に方でも死んだらおしまい、助けた仲間の顔すら見られないんですよ。それよりも一度きりの人生をいかに楽しく過ごすかが大事だと思うんです。進んで苦労を背負うような生き方は人生の無駄遣い、そう思いませんか。いや、私は割とヒルダちゃんの考え方好きよ、うん、まあ先生や他の人がどう考えようと私は私なんで。というわけで次の作戦でも私は後方支援ってことで。硬いこと言わないで、お願い。もちろんお礼だってしますし。何がいいですかね。じゃあ一緒に町にご飯でも食べに行きます。私たち美女二人で町に出ればきっと誰かがご馳走してくれますよ。まあまあ考えといてくださいね。いいなあ、なんかヒルダちゃんの生き方いいなあ、うん、14日誕生日だった子誰なの、かわいそう。アドラステア帝国がこのような暴挙に出るとは実に由々しき事態です。エーデルガルトの邪神を見抜けなかったのは痛恨の失態でした。これだからさ、エーデルガルトの組を選んでいたら多分エーデルガルトの本心がわかるんだよねきっとね。あー、ちょっと気になるねそれもね。だから3周目だね。そうなのよ、本当に邪神なのかどうかなのよ。己が野心のために得体の知れぬ輩と共謀し、あろうことか聖母までも怪我したのだぞ。これを邪神と言わずして何というのだ。もしや彼女はセイロス教を否定することで自身を神格化しようとしているのか。神託を持って名付けられたアドラステアが女神にアダナスなど断じて許されません。急ぎ帝国の動きを止める手立てを。戻りました、レアさん。シャミア、ご苦労でした。帝国の動きはつかめましたか。帝国の本軍はガルグマクを目指して進軍中です。進軍中、途中エーデルガルトの軍と合流し、あと2週ほどで到達するかと。なるほど、だから2週間しか余裕がなさそうなんだね。だ、月末に来るってことね。わずか2週間、いくらなんでも早すぎる。それでは防備を固めるので精一杯ではないか。すぐに近隣の村々に通達を。ガルグマクの住民にも避難を命じよう。はっ。お聞きなさい、敵がこの大修道院まで攻め寄せれば私も戦場に立たざるを得ないでしょう。私に万一のことがあればその時はあなたに工事を託します。待って待って、レアさんまでそんなフラグ立てないでよ。あなたはもう自分が何者なのか気づき始めているはず。いえ、記憶を取り戻しつつあると言った方が適切でしょうか。もともと私はあなたの代理に過ぎぬ存在。あなたがフォドラの民を導くのです。マジか。レア、全て打ち明けてくれ、頼む。あの者は神祖なのか。あの者は彼女の器、
体の内に神祖の力を宿したもの。やがて器は力と一つになり、彼女が、神祖が地上へと戻られる。やはり君は禁忌を。だが、後戻りはできないか。あなたにも、あの子を。いいえ、彼女を助けてほしい。神祖が再び地上を滑るその瞬間を、私は待ち望んでいるのです。わかった。今は君の言葉を信じよう。レア様、お兄様、私もあの方をお助けします。フレン、聞いていたのか。ああ、そうだな。あの者はお前の命の恩人で、そして我らが同胞であるかもしれないのだから。同胞。感謝します、セテス、フレン。神祖に連なる者としてその使命を共に果たしましょう。だから髪色とかみんなこの色なのね、瞳の色とか。でもレア様死んだら無理よ、ちょっと。いや確かにレア様私疑いまくってたけど、でもなんか辛くない？さすがにレア様亡くなったりしたら、ね、きついってメンタル的にはね、だいぶ。あー、そっか。今週勉強できる日がもう全然ないね。セテスおる。あ、そうだ、フレンいけるじゃん。上級職になろう。おめでとうね。テスだって私多分あんま使わないよ。正直ね。そうな、ま、あ、この二人をちょっと早く上級職にしてあげたいなという、気持ちが強いね。これさ、外伝って今さあるのかな。見るだけはできてるね。あ、世界は勝つ壁しかないわ。じゃあ全然。そうです、散策ですね、この21日は。で、28日は、そうね、どうしようかなって感じ。はい、ということでですね。いやー、ちょっとなんかすごい物語が一気に動いたね。そっか。でも、エーデルガルトの組って誰がいたっけ？もし敵になってたら私倒さなきゃいけないんでしょ？ちょっと心苦しいよね。好きな子結構いたよね。はい、ということで今回はこれで終わりたいと思います。バイバイ。